こんにちは、琥珀です。今日は夏着物のご紹介をしたいと思います。私はですね、夏着物を着るのは初めてで、とてもワクワクしております。今日はですね、この3枚のお着物のご紹介になります。生地感や、透け感を、お伝えできればいいなと思っております。はい、それではご覧ください。はい、ではこちら1枚目の着物になります。こちらはですね、ポリエステルの着物になります。柄はですね、白地にグレーと黒のストライプ、この縦のラインがですね、試着をした時にスラッと見えたのでいいなと思いました。そしてですね、とても薄くて着やすかったところも購入するポイントでした。袖にですね、襦袢の袖の部分がついておりまして、私はまだちょっと体験したことがないのでわからないんですが、夏のすごい暑い日とかに下着に嘘つき襟、美容襟ですねをつけて、夏着物ですとか浴衣を着られている方も多くいらっしゃるので、あ、このお着物はそういう着方もできるのかなとちょっと思っております。はい、挑戦してみますね。はい、続いてですね、こちら2枚目のお着物になります。こちらは紺地のロのお着物になります。ロのお着物はかなり興味津々でですね、この透け感を上品に上手に着こなすのはどんな感じなのかなと、私もいろいろな方の動画を拝見させていただきました。いや、皆さん本当素敵に着こなしておりまして、もう私も早く着てみたくなっております。柄はですね、流水の絵柄が描かれておりまして、夏の暑い日に涼しげな絵柄で癒されるなんて、それもまたいいですよね。はい、こんな感じで透けてますね。はい、流水柄の多くは小川の様子を描いているようで、曲がりくねって流れる水の様子を文様化したもので、永遠を表すおめでたい柄のようです。いやー、そんな意味もあってやっぱお着物っていいですよね。はい、そんな感じで、最後のお着物になります。はい、こちらはですね、素材が麻のようなシャリシャリした感じの生地感でですね、こちらのお着物はですね、お洗濯をしたら、シワシワになってしまいまして、こちらアイロンがけをしたものになります。色合いはですね、グレーベースで、サックスブルーのような色合いのストライプ柄になっております。こちらもですね、薄くて本当に体にフィットする感じがとても着やすくてですね、購入ポイントになりました。お袖もですね、こんな感じで、揺れると涼しげで、いいですね。はい、そんな感じで今日はですね、3枚の夏着物をご紹介させていただきました。だんだんとですね、暖かくなってきていますので、一重の着物や夏着物を挑戦していきたいと思っております。はい、今日もですね、皆さん見ていただきましてありがとうございます。それではまた。